桂無ラ・は、日本の落語家、ハーモニカ奏者。本名は、岡義行。情報落語協会会員。大阪市出身。大阪商業大学附属堺高等学校卒業。1981年1月に2代目、桂新ラ・シに入門。同年5月、茨城市多田刑事の、すずめの会にて、初舞台。2005年2月には、中国語による落語や、 南京玉すだれを初披露したが、2005年3月3日に、カツ無弱の勇敢探検隊の収録中に、脳出血で倒れた。2008年3月現在、落語家としては復帰しておらず、落語界のなり物を手伝いながら、講座に復帰するために奮闘している。2008年12月情報落語協会復帰に、伴い2009年に、天馬天神半上亭の昼席でなり物として、 復帰している。2009年8月ハーモニカ奏者として舞台に復帰。副音ハーモニカによる演奏活動を始めた。年に1回の割合で山田正人の語り、三代沢浩二の落語、娘のハーモニカ演奏による語りと落語とハーモニカという公演を開催している。趣味は歌舞伎鑑賞というネッからの古典家であり、従ってネタは7段目。 タコ芝居などの芝居話を得意としている。また長唄や義太夫など、その他の古典芸能にも造形が深く、それぞれ師匠について本格的に稽古をしていた時期もある。読売年間2016年版 P538。ありがとうございます。